から D の夢が膨らむ。ブクブクワクワクゴシゴシゴシゴ。さて今日のジョークは結婚記念日。あのお客様どうされましたか？ワインに何か問題でも？いや何の問題もないよ。ワインには今日が結婚25周年なのにこのバカ亭主は朝からずっとメソメソしてるんだから。なんでこんな男と結婚しちゃったのかしら。せっかくのお祝いの日なのに一体何があったんです？聞いてください。今から20年前、結婚5年目の日のことです。あなた今月のお給料下がってるじゃないの。これじゃ新しいダイヤのピアスが買えないわ。今月は君が旅行に行きたいって言うからわざわざ僕は会社を休んで。言い訳する男なんて大っ嫌い。死ぬ気で稼ぎを増やせば。なんか文句あるわけ？稼いでも君が無駄遣いするんじゃないか。しかも若い男にプレゼントまでして。自分の妻に好きなだけお金を使わせるの本当の男っていうの。能なし、役立たず、解消なし、バーカ、弱虫。こんな結婚記念日もう我慢できない。妻を殺そうと思うんです。弁護士さん、もし妻を殺したとすると私は何年ぐらい刑務所に入れられるんでしょうか？そうですね、20年は刑務所で暮らすことになるでしょう。20年も？ええ、奥さんを殺せば。で結局私は妻を殺すことを諦めました。実に賢明な選択です。賢明じゃなかったんだ。落ち着いて。だってあれから20年経ったのに私はまだ自由じゃないんですよ。結婚もローンも契約前に注意やね。